ださいシンガーソングライターミカです。改めまして皆さん盛り上がってますか。さあ今日の試合も勝たなければならないそんな試合だと思います。皆さんの熱い思いと、私たちから送れるパワーを精一杯送ってみんなと一緒に戦っていきたいなと思っています。まずはこの曲でみんなと一緒に一つになりたいと思います。聴いてください。ダイヤモンド。あの虹に向かって今走り続けて行こう。君がくれた希望の花きっと輝くよ。輝き続けよう。暗闇から微かに差し込んだ一つの光。顔も知らない名前もわからないそんな君がくれた小さな魔法。大丈夫届けいたしました。やっぱりミカが来てこの曲をここで歌って帰らないとダメだよねっていうそんな話をしながら選曲をやってまいりましたけれども、もう本当にここにいるとみんな赤一色で本当なんか気持ちよくなりますよね。なんか自分が
さっきねちょっと白を着てきたんですよ。大変申し訳ないような気がして、早く着替えなきゃと思って、みんなと同じ赤に変えてきましたけれども、さあ間もなくね、どん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 近づいてまいります。私があの時、カナウを歌った時はね、もう本当にまた皆さんのいろんな思いがこっちにもまたねひしひしと伝わるような、感動のワンシーンだったなと、今でも目に焼き付いて離れない、景色があります。きっと皆さんも同じじゃないかなと思います。ただ毎回毎回本当に戦いの連続で、毎回毎回忘れられない、そんなステージなんじゃないかなというふうに感じてます。実は私今日ここに来る前に、小学生のバレーボールチームも全国大会に行くということで、激励で歌ってきたんですけれども、案外スポーツと音楽ってね、全然違うように見えて、なんか必ずそこには音楽があって、必ず選手の皆さんもどこか精神安定に音楽を使ってたり、私たちサポーターも音楽で一つになったり、いろんなところに音って本当に溢れていて、いろんなところで音が人をつないでいくのかなというふうに感じています。この叶うというこの曲が、私にとってはロアッソの皆さんともこうやってたくさんずっとつながることができましたし、本当に今でもそんな風に言っていただいているのは、書いた私としてはですね、本当に一番シンガーとして一番嬉しいことです。そのおかげで私もまたもう一つ夢を叶えることができました。これからはまたみんなと一緒にこの熊本を盛り上げるべく、音楽を通してもっともっと元気にしていきたいなと思います。たくさんの意味を込めて、みんなのパワーをまたさらに一つに、この叶うに込めていただきたいなと思います。それでは聞いてください。叶う。私の孤独など誰にも分かりはしない、分かるはずもない、こんな辛いことならば何度やめたいと思う。
すごいな。